竹山由里子は、日本の政治家、元衆議院議員、埼玉県春日部市出身、埼玉県立春日部女子高等学校、中央大学文学部卒。同学事務職員を経て、竹山翔吾と結婚し、1973年渡米へ、法人史上塾講師、中米法人会職員等を務める。 1992年に帰国、翌1993年に旧埼玉4区から日本新党公認で第40回衆議院議員総選挙に出馬し、初当選。1994年12月、新新党決闘に参加。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、当時の埼玉県知事、土屋義彦の次女、 土屋品子が無所属で立候補することを表明したため、新進党が土屋に配慮し、竹山の地元埼玉13区への公認候補者擁率を見送ったことから、小選挙区立候補はせず、比例北関東ブロックに立候補し再選。衆議院環境委員会理事、国会党の移転に関する特別委員等を務める。1998年の新進党回答後は、 小沢一郎と行動を共にし、自由党に加わる。衆議院構成委員、自由党埼玉県連会長党歴任。2000年の第42回衆議院議員総選挙では、土屋品子が自由民主党公認候補として出馬したため対立候補として、埼玉13区から自由党公認で出馬するも敗れ、比例復活当選。衆議院文部科学院会理事、 衆議院憲法調査会、党候補委員長、党大義士会副会長など歴任。2003年、民主党に合流し、同年の第43回衆議院議員総選挙には、民主党公認で埼玉13区から出馬。父、土屋義彦のスキャンダルの下中にあった土屋品子に約500票差まで肉薄したものの、再び赤敗し、比例復活当選。 衆議院青少年問題に関する特別委員長、沖縄及び北方問題に関する特別委員会理事、党中央代表選挙管理委員、党常任幹事などを歴任。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、小泉郵政改革ブームに埋没。比例復活ならず落選した。2008年10月27日、無所属で立候補することを表明。 翌2009年8月30日執行の第45回衆議院議員総選挙では、自公政権打倒、政権交代などを掲げていたものの、無所属での立候補に加え、民主党に追い風が吹いたため苦戦を強いられ落選した。この選挙において、運動員4人に報酬を支払った公職選挙法違反で2010年2月2日に、懲役1年6ヶ月、 執行猶予5年の判決を受けた。この時期、内閣総理大臣、森吉郎の不信任案提出において、同首相に、さあ、もう、ノーサイドです。と迫ったことがある。運動員買収容疑で竹山元議員を逮捕、埼玉県警、産経新聞2009年9月30日閲覧、公選法違反の竹山由里子元衆院議員に、 有罪判決埼玉地裁産経新聞2010年2月2日、閲覧国会議員署名これまでと今後の展望、空港はいらない、静岡県民の会夫婦、別姓選択制導入などを盛り込んだ、民法改正案推進を求める申し入れ2000年9月29日。ありがとうございます。